your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、高尾山に来ております。今日ね、なんで高尾山に来てるかと言いますと、先日ね、ワークマンさんのキャンプの中で新しいね、トレッキングシューズが出るということで、動画ね、情報をお伝えしてたと思うんですけども、そちらをですね、先行でちょっとお借りしてですね、今日は高尾山をね、登ってみようと思っております。今日ね、履いてきましたのがこちらですね。こちらのミドルカット、ハイカットっていうのかな、ミドルカットタイプのトレックシューズ、アジムというものを履いてきました。実はね、バックパックの中にもう一種類ね、ローカットのエンリルというモデルもありまして、そちらもね、持ってきてますので、まずはね、登りはこちらのミドルカットのアジムを履いて登ってみて、下りね、履き替えて、両方ともね、履き心地、こうグリップとかね、あと蒸れの具合とかね、そういったところをですね、チェックしていきたいなと思っております。私もね、今までは山を登ったりとか、あとトレイルというかですね、トレーニングするときはですね、いろいろとおすすめいただいて、アルトラのローンピークをね、履いてました。すごくね、履き心地がいい靴ではあったんですけれども、まあ値段もそれなりにします。今回のこのワークマンさんのトレッキングシューズ、もうね、破格のお値段になってますので、これでね、もう履き心地とかが問題なかったら、見た目もしかもめちゃくちゃかっこよくないですか？あとはね、問題なのは履き心地だけなので、実際に登ってみてね、疲れの度合いとかがね、どれぐらい違うのかなんていうところも私のね、主観ではあるんですけれども、皆さんにね、お伝えできればと思っておりますので、今日はね、こちらでこの後高尾山ね、登っていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、いよいよですね、これから登っていきます。これがね、ケーブルカーとかリフトのね、乗り場になってます。今日はいつもと同じですね、6号路登っていこうと思います。このね、ケーブルカーリフト乗り場の横をね、こっち側を通っていきます。しばらくはね、舗装路が続くんですけど、今のところね、靴の履き心地問題ないです。しっかりね、グリップもしてくれてますし、今履いてるね、ミドルカットタイプってね、私あんまりミドルカットの靴って経験上ね、履いたことが過去にもないんですけども、しっかりとね、くるぶしちょっと上ぐらいまでね、カバーしてくれるので、前に一回ね、ローカットの靴で岩場をね、登ってる時に足のちょっと側面をね、石にぶつけちゃって結構ね、痛かったことがあったんですけど、こういったね、ミドルカットの靴であればそういうこともね、防げるんじゃないかなと思います。あとしっかりね、足首もカバーしてくれてるので、なんかサポートしてくれてるなという感じはすごく感じますね。はい、ではですね、5分ぐらいこの舗装路登ってきまして、ここからね、左手側、これが6号路になります。ここからはね、砂利道だったりとか、ちょっと岩場だったりとか、あとはね、沢登り的なところもね、ありますんで、こちらのアジムのですね、防水性能も発揮してくれるんじゃないかなと思ってます。ではね、行ってみましょう。今のところね、この石だったりとか砂利混じりのね、道になってるんですけども、わざとね、石の上とかに乗ってみても、非常にね、ソールが分厚いのかな、全然足へのですね、この凹凸の感じ来ないですね。あとはソール自体もですね、ローンピークはかなり柔らかめでふわふわしてる印象なんですけども、こちらのアジムはですね、ふわふわまではいかないし、硬いって感じもしなくて、ちょうどですね、こういった岩場とかの、今下ね、こんな岩場になってるんですけど、こういう岩場とかのね、衝撃っていうのを吸収してくれる
適度な硬さになってるんじゃないかなと思います。今ねちょっと濡れているね岩場の上歩いてみたんですけれども、しっかりとねグリップしてくれてます。やっぱね足元がね滑っちゃったりすると危ないので、そこはね安心して登っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、分岐に来ました。これね、左に行くと稲荷山コース、右に行くとちょっとね、沢登り的な6号路の順路になります。ここね、沢の上をね、登るんで気持ちいいんですけど、今日はね、比較的水量少ないんですけど、雨の後とかだとね、ちょっと水かさが増したりして、靴の中にね、水が入ってきたりするんですが、今日はですね、6センチ防水のということで、じゃんじゃんね沢の中を登っていこうと思います。では行ってみましょう。いや、さすが6センチ防水、全く水入ってこないですね。しかもね、濡れた岩場でも全くね、滑ることなく登れております。はい、ではね、ここからラスト前のきつい階段いきます。よし、ではね、これが最後の上り坂です。これをね、上り切れば山頂です。このね、ラストの坂が地味にきついんですよ。はい、ということで高尾さん登頂しました。ちょっと息切れてるんでね、まとめはまた後でしようと思います。実はね、山頂はこちらにありまして、このね、三角点が山頂になります。はい、ちょっと映ってるかな。今日の時間は6号路、駅からで1時間1分40秒でした。はい、タッチということで一旦お疲れ様でした。今、高尾山の山頂を出発しまして、このままね、今日時間もあるので、城山ぐらいまでね、行ってみようかなと思ってます。そしてね、この後ちょっとまた上り下り
結構あります。今ここ下りなんですけれども、ちょっとトレッキングポール2本に持ち替えたので、足元の映像をね、撮りにくいんですけれども、今、こんな感じで、下り坂もね、しっかりグリップしてくれてます。ちょっと小走りといっても、滑ったりね、せずに、しっかりね、グリップしてくれております。やっぱね、下りでね、なんかズルってなっちゃうとね、危ないんで、そういったこともね、今のところはないです。あと先ほどね、上りでこちら使ってみて思ったんですけども、足首までね、しっかりホールドされてるので、なんていうんですかね、こう、軸がぶれないというかですね、ちょっと私も登山初心者なので、表現が合ってるかわからないんですけども、しっかりとね、この足をね、こう、ぶれずに、サポートしてくれる感じがしてですね、非常に歩きやすかったです。今のところですね、足の疲れもね、ほぼなく、順調にね、歩けております。こんな感じのね、下り坂も、スイスイとこうね、グリップしてくれながら進むことができます。はい、ということでですね、引き続き、この後ね、進んでいこうと思います。結構ね、この後のルートが、登ったり下ったりはね、激しいルートになるので、割と体力削られるんですけれども、どうかなと思っておりますが、前回ね、ちょっと、水がね、若干足りなくて、今回は水ね、たっぷり今、坂尾山の山頂でも補給して、今3リッターぐらいね、水抱えてますんで、まあ、こんだけあればね、大丈夫かなと思います。では、行ってみましょう。おはようございます。いやー、なんかここの道メルヘンチックですね。いや、しかしね、靴は順調ですよ。なんかね、やっぱさっきも話したんですけど、比較がね、私ロンピークしか知らないんですけど、すごい私の主観ですが、ロンピークはなんか自分のね、足で歩いてる、登ってるっていう感じがするんですよ。で、今日履いてるね、ワークマンさんのアジムなんですけど、もちろんね、いい意味でですよ、靴がすごくね、サポートしてくれてる感じがします。例えば今ね、この目の前にもうすぐ来るんですけど、ちょっとね、この石がはめ込んであるこの道、こことか前回ですね、ロンピークで登った時、結構足の裏にこの凹凸感じるんですよ。まあそれがいい場面悪い場面っていうのがきっとあるんでしょうけど、このアジモはね、石の上にこうやって足をね乗せても、クッションがね厚いんで、なんか足にこの石の感じを感じることなくですね、スイスイ登ることができてる感じがします。すごくね、靴にサポートされているね、感じが強い靴だなという印象です。ああ、間もなくね、展望台に着きます。今日ね、曇りの予報だったんですけど、ちょっと晴れ間がね、青空が見えてて、綺麗ですね。ここの、ね、展望台で、ちょっと水分補給休憩しようと思います。よいしょ。おお、富士山バッチリ見えるじゃん今日。うわ、綺麗。なんかこの間来た時よりもここ木が、木というか草刈られてる気がするな。うわ、富士山めっちゃ見えますね。バッチリ今日は富士山ビューです。富士山ビューでーす。暑い。ただね、湿気がやっぱすごいですね、今日は。ちょっとここのね、屋根の下で休憩しようと思います。はい、今ね、休憩中なんですけど、靴
つね、状況を見ていただくと、ちょっとわかりにくいかな。こんな感じ。結構ね、気にせず、この辺とかにもね、土ついてたりとかするんですけど、なんか、ローカットのね、靴を履いてるときって、冒頭もね、お話ししたんですけど、岩場で前ね、ここの部分を思いっきり石にぶつけちゃってめちゃくちゃ痛かったことがあったんですけど、今回ね、このミドルカットっていうんですかね、もう本当に足、くるぶしこの辺なんですけど、くるぶしの上までね、サポートしてくれてるので、良くも悪くも、そういったね、足場を気にせずにスイスイね、登ることができてます。ローカットの場合は、足場とかをね、ちょっと気にしながら、石の出っ張りとかね、ここに石があって、こういう風に足を乗せちゃうと、くるぶしがね、石に上がっちゃったりとかするので、こう、降りるね、こう足を置く位置とかも気にしながらね、歩いてたんですけども、こちらのアジムに関しては、多分ここフルでね、カバーしてくれてるので、良くも悪くもですね、足元の状況っていうのをそんなに気にせずにね、前を向いてしっかりとですね、登ることができてるなという印象ですね。まあこれがちょっといいのか悪いのかはね、その登るね、場所にもよるのかもしれないので一概には言えないんですけども、高尾山今日ね、登ってる範囲ですと感じた印象としてはそんな感じでした。ではね、少し休憩して引き続き、城山ね、あと1キロ弱なんで目指していこうと思います。いや、しかし、暑いですけどね、この景色が綺麗です。うまっ。冷たくてうまい。ではですね、今城山でかき氷食べてね、回復したんで、次のね、影信山まで行ったことないんですけど、今日は行ってみようかなと思います。こんな感じの林道でね、今下結構ねぬかるんでる状態なんですけども、まあ全然ねしっかりグリップしてくれてます。あとね、防水もあるので、こういうね、ぬかるんだところにも、普段、こうね、あんま入りたくないですけど、まあ入っちゃったとしてもっていう感じでですね、大丈夫なのがね、なんか心強いですよね。ではね、引き続き気持ちいいこの林道をね、歩いていこうと思います。ちょっと初めてのね、ルートなんで、ゆっくりめでね、ここからは行きましょう。こんにちは。こういうね、林の中歩いてると気持ちいいですよね。結構ね、このルートというか影信山行くの初めてなんですけど、なかなかきついですね。やっとちょっと楽な道になりました。今これでね、足を回復させながらね歩いてます。いや、しかしね、靴快適です。なんか今のところですね、もう2時間半ぐらい経ってるかな、登り始めて。全然ね、蒸れてる感じもしないですし、さすがね、これ、中にね、稲荷も入ってるんですけど、中のね、蒸れをね、外に出してくれてます。いやー、快適。ではね、引き続き、影信山目指していきたいと思います。まもなく、影信山山頂です。よいしょ。よいしょ。うわ、綺麗。いやー、綺麗ですね。あ、富士山あっち。
ちょっと雲でね、隠れてます。はい、ということでですね、影の山、登頂しました。だいたいね、3時間弱ぐらいですね、ここまで使って登ってきたんですけれども、非常にね、快適に登ることができました。途中もね、お伝えしたんですけども、ちょっと帰りはですね、ローカットのね、エンリルに履き替えようと思ってるんですけども、群れもなくですね、履くことができました。というのもですね、ちょっと泥とかついてて汚いんですけど、ちょっと泥入っちゃった。これね、インナーにですね、これイナレムが入ってるので、外からは防水して、中からの湿気は外に出すというね、仕組みになってます。なんで、非常にね、中も蒸れることなく使っていただけるのと、あとね、見えるかな?ちょっと映ってなかったらすいません。ここにね、デオプットというですね、抗菌防臭の加工というのがね、これワークマンさん独自のやつらしいんですけども、されているので、靴のね、嫌な匂いが、まあ、しないとは言わないみたいなんですけども、しにくいという仕様になっております。細かいね、スペックとか仕様とかに関してはまたね、改めてお伝えしようと思うんですけども、一旦ね、ここまでのルート、こちらの、ミドルカットのね、アジム履いてみた様子お伝えしました。この後はですね、ローカットのこちらですね、エンリルに履き替えまして、またね、帰り道、どんな感じのね、履き心地かチェックしていきたいと思います。はい、ではですね、ご飯も食べましたので、またね、城山経由の高尾山までね、戻りたいと思います。まずね、靴履き替えました。靴ね、履き替えて、こちらのローカットバージョンのエンリルに履き替えたんですけど、これね、履き替えてみてね、まず第一印象、軽いです。まあ当たり前なんですけどね、ここの部分がね、なくなってますんで、だいぶね、こう軽いなという印象をまず第一印象として受けております。あとね、履き心地関係またね、移動しながらお伝えしていければなと思います。ではね、下山しましょう。いやー、絶景ですね。綺麗、関東平野をね、見渡せます。ぐるっと、はい、ここからですね、高尾山までは約 4.3 キロ、まあ、3時間弱ぐらいですかね。行ってみましょう。わ、綺麗だな。あ、そこにちょっと見えるのが、あれ、高速ですね。どっちだろう、圏央道かな、中央道かな、ちょっとわかんないですけど。ちなみにね、こちらのエンリルの方が、この足裏のですね、ギザギザっていうんですかね、溝はね、細かいんですよね。このあたりもまた、後でね、戻ってから見比べていただければと思います。どれくらいね、これによって変わってくるのか。まずね、しょっぱなこのね、急坂。さっきはこれをね、登ってきたんですけど、結構ね、急なんですよ。これ今日はね、まだこの石がね、濡れてないんでいいんですけど、雨の後とかだとね、この石がね、濡れてたら結構ね、滑りそうな感じしましたね。相当この坂はきつかったです。ほら、こことかめちゃくちゃ、ちょっとね、伝わりにくいかもしれないですけど、角度めちゃくちゃ急なんですよ、ここ。ちょっと怖いですね。よいしょ。あ、でも、しっかりグリップしてくれてるわ。ほら、下から見るとこんな角度、今、下ったんですけど、しっかりね、グリップしてくれました。ちょっと足元の様子もね、映しましょう。下ってます。よいしょ。こういうね、ちょっと砂利っぽい下り坂、かなりね、角度的にはあるんですけども、こういったところもね、しっかりグリップしてくれてます。
なんか今のところ、ちょっと私的にはなんですけど、多分ね、ローカットを履き慣れてるからっていうのもあると思うんですけど、こっちの方がね、なんか、動きやすいなという、まだね、履き始めて、10分も経ってないぐらいですけど、なんか第一印象としてはなんかこっちの方がね、個人的には動きやすい気がしますが、ただ本格的なね、登山とかってなってくると、やっぱりね、ローカットではなくて、まあミドルカットというかね、ハイカットのね、靴を履く方が多いのかなと思います。私もね、その辺ちょっと詳しくはないので、なんとも言えないんですけれども、まあ低山ハイクとかね、あと街歩きみたいな感じであれば、まあ私も今のところの感想としてはこちらのね、エンリルのローカットの方が、ちょっとね、歩きやすいなという印象はあります。ちなみにこちらね、エンリルも5センチ防水ありますんで、さっきのね、行き、登りのね、高尾山の6号路、沢登りみたいな感じのね、ああいうところでも、まあ水がね、靴の中に入ってきてしまうという心配もあんまりね、ないんじゃないかなと思います。結構ね、アップダウンがね、きついというか、あるんですよね。この城山から、影の無山までの道のり、初めて来てみましたけども、道もね、結構ぬかるんでて、なんか滑っちゃいそうな下り坂とかね、ちょっと怖い道とかも、この辺もそうなんですけど、結構ね、ぬかるんでたりするので、気をつけてね、歩かないと。あと、ツルツルの靴とかだとね、ちょっと危ないかもしれないです。そういう意味ではね、今のところ、ほら、こういう感じで、ちょっとわざと、前にね、荷重かけてますけど、全然ね、滑ることなく、降りれてます。まあ、普段はね、ああいう降り方しませんけど、しっかりね、グリップしてくれてます。なんか、こんなところね、面白い道ですよね。下はね、ちょっと砂利混じりの土って感じですね。でもやっぱね、こっちの方がね、個人的には歩きやすいですね。なんかそんな気がします。なんかこちらの方が、よりどうなんだろうな。グリップ力もこちらの方がよりある気がしますね。さっきね、こうぬかるんでる、ちょっと粘土状のね、地面のところとかも下り坂であったんですけど、まあこういうとこですね。こういうとこもね、やっぱそんな滑んないんですよね。なんで、こういう坂に足を乗せても、ほら、大丈夫なんですよ。まあもちろんね、こう体重のかけ方とか、スピードとかによってもね、全然変わるとは思うんですけれども、なんとなくね、履き慣れてるのも、まあ同じ話になっちゃいますけど、履き慣れてるのもあるせいか、こちらの方がなんか足運びとかもね、私はしやすいかなという印象です。まだまだね、道中先長いんでね、引き続き下ったり登ったりしていきたいと思います。風が抜けて超気持ちいい。ああ、涼しい。ああ、気持ちいいですね。城山まで戻ってきました。いや、しんどかった。ちょっとここでね、休憩します。ということでですね、今登山道からもう出ました。あともうちょっとね、下れば高尾山口のね、
ケーブルカーの乗り場と駅の方に向かう感じになるんですけれども、滑ることもなくね、しっかりとグリップしてくれました。非常にね、履きやすかったです。ちょっとね、今息切れしているところもあるので、また最後にですね、両方のですね、靴の良かったところ、あとね、私的にまあいまいちってことはないんですけども、合わなかったところって言った方がいいのかな、個人差あると思うので、そういったところをですね、まとめていきたいなと思っております。ということでですね、こちらの実際にね、使ってるシーンは以上になります。ではこの後引き続きお楽しみください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ここからね、まとめをしていきたいなと思っております。まずはですね、それぞれのスペックご紹介していこうと思います。こちらですね、まだ商品ページができていないので、ワークマンのですね、担当者の方からちょっとメールでね、教えていただいたものをそのままね、お伝えしたいと思います。まずはこちらのローカットのですね、エンリルの方からご紹介していきます。こちらが商品名、トレックシューズエンリルという名前になります。商品コードが、これ概要欄にもね、全部貼っときますけれども、商品コードが53572となります。色がこちらのメサグレーという色と、もう一つね、ブラックという二色展開になってます。サイズ展開は 24.5 センチから、私が履いているこの28センチまでになります。接地面からですね、5センチの防水機能が備わっております。価格はですね、3500円ということで、めちゃくちゃ安いですね。さらにですね、こちらのインソールの方にデオプットというですね、抗菌防臭加工がされておりますので、足のね、匂いとかが気になりにくいというね、ワークマンさん独自の加工がされております。そしてもう一つのですね、こちらミドルカットのアジムなんですけれども、こちら正式名称、トレックシューズアジムと言います。色がこちらのブラックと、もう一色がですね、ミストグレー、写真この辺に載せときますけれども、ミストグレーというね、二色展開になってます。商品コードが53579番、接地面からこちらは6センチの防水機能がついております。寝室防水素材のイナレムね、この中にね、採用しておりますので、中のね、蒸れっていうのを外にね、出してくれるという素材になってます。そしてね、気になる価格なんですけれども、このね、ソックス防水っていうらしいんですけども、このね、イナレムを靴下みたいな形にして中に入れ込む、これが入っているシューズね、他のメーカーさんでもあるそうなんですが、だいたいね、3万とかね、それぐらいするそうです。それがなんとこちら4500円で販売されるということで、もうね、このトレックシューズ界からしたらマジで黒船になるんじゃないかなと思っております。ということでですね、スペックご紹介してきたんですけども、あともう一つですね、これタフテイルというのをね、使っておりまして、このね、中のこういうところ長く履いてると擦れてしまってですね、ここがどんどんね、こうなんて言うんだろう、まあ、破れるじゃないんですけど、擦り切れちゃうとかっていうことがね、あると思います。それがワークマンさんの既存の素材よりも、こちらね、新素材が 1.6 倍強い素材ということで、よりね、ここが強い素材になっているそうです。ではですね、ここからは私のですね、実際に5時間6時間ぐらいですかね、まあ、登山登り降りで使った感想なんですけれども、これあくまでも私の主観になりますので、皆さんのね、スタイルとかお好みによっても変わってくると思うんですけれども、私はですね、こちらのアジムミドルカットとこちらのエンリル、どちらがですね、履きやすかったかというと、こちらのエンリルの方が私は履きやすかったです。なぜかというと、今までですね、私の人生経験上、あまりね、このミドルカットとかハイカットの靴って履いたことがなかったんですよね。昔バンズとかのこうミドルカットっていうんですか、ハイカットって言うんですか、ああいうの流行った時代とかも、なんか買ったもののですね、なんか履き慣れなくて、あれちょっとね、あんま履かなかったんですよね。そんな経験もありつつ、基本的に今までね、ずっと履いてる靴ってローカットばっかりだったんですよ。まあそれもあってだと思うんですけども、私はこちらのエンリルのローカットの方が履きやすかったです。ただ実際にですね、ある程度の低山登山とかトレイルとかであれば、全然こういうローカットでもいいのかもしれないんですけども、この辺はちょっと私もあまり知識がないので何とも言えないんですが、ミドルカットの方がこの足全体っていうんですかね、足首より上の部分までしっかりとね、サポートしてくれるので、よりこちらの方がですね、安全に登れるっていうのはおそらくあるんだと思います。もうここは完全に好みの問題で、エンリルの方が好きですというお話をしてます。
そしてですね、これ裏面のね違いっていうのもありまして、ちょっとね映像で分かりにくいかもしれないんですけど、エンリルの方がこのね溝がより細かい、そしてこちらねアジムの方が大きいねこの溝になってます。これが実際にね、どの程度違うのかというところはですね、なんとも言えないんですけど、どちらもねしっかりグリップしてくれたんですが、ただねこのソールの形がちょっと違うんですよ。これこっちにしよう。これソールの形が若干こちらのエンリルの方がね、このかかと部分が大きくなってるんですよね。こう見ていただいた方がわかりやすいかな。こうするとこのエンリルの方がなんか台形型にこういう風にね大きくなってるので、接地面がですねなんか大きいんですよ。その分私はまあこの溝の違いなのかもしれないんですけども、こちらのエンリルの方がグリップ力が若干高いように感じました。ただこう履いた時にね、こう手がこれって足だと思ってください。こう足首はこういう風にねブレます。このローカットなんで足首までは固定してくれない、要はサポートしてくれないので、こちらの方がね動きやすい反面ちょっとグキってなりやすいと思います。その反面ですね、こちらのアジムに関しては足首上までしっかりとサポートしてくれてるので、ちょっとね変な接地面をしたとしてもしっかりここでねホールドしてくれて足全体をサポートしてくれるという意味では、こちらの方がですねより、まあ、履きやすい、なんだろう、歩きやすいって意味だとこちらの方がもしかしたらね歩きやすいのかもしれないんですが、私はね慣れの問題でローカットのねこちらの方が個人的にはね歩きやすかったんですが、ここはもう皆さん好みになると思います。どちらもですねかなり同じぐらいの工程の距離を歩きましたけれども、非常にですね足運びもしやすくてグリップ力も良かったです。こちらねエンリルに関しても履いている最中のね中の蒸れとかそういったものも全く気にならなかったですし、防水ねこちらも5センチ、ミドルカットのアジムであれば6センチまでいけるということで、タフな環境でもねしっかりと使っていただけるトレッキングシューズになっているんじゃないかなと思います。まあ、正直ですね、私もアルトラのねロンピークを試しにね今ずっと履いてたんですけれども、すごくいい靴なんですけれども、まあ価格がそれなりにしますということで、同じようなと言ってしまっていいのか何とも言えないんですけど、これ3500円だったら練習とかねいろんな場面でハードに履いて履き潰してまた買い替えるっていうね使い方もどんどんできちゃうと思いますので、すごくねお財布に優しいんですけれども、中身はすごくねしっかりしているトレッキングシューズになってくれてるんじゃないかなと思います。トレッキングシューズね何買ったらいいかなって思ってる方にも非常にねおすすめしやすい価格ですし、履き心地も非常に良かったです。あとこちらのねエンリルに関しては、ここのね横幅も結構広くて、アルトラのロンピークもこの足先のね指の部分がすごくゆったりしてるので、個人的にね割と私は足幅が広いんで、そこもね気に入ってる理由の一つだったんですけれども、こちらのねエンリルに関しても同じようにこの足先にですね余裕があって、指がですねしっかりと動かせるというか、指がキュッてなってない状態で指がしっかりこういう状態になっているので、指全体5本の足の指でしっかりとね地面をこうねキュッとね蹴ることができるっていう表現が合ってるのかな、ちょっとその辺の表現なんとも言えないんですけども、とにかく足にの指にね余裕があるので、足がすごくね楽に履いていただける靴になってるんじゃないかなと思います。足のね幅広の方にもねおすすめできる靴なんじゃないかなと思ってます。ちなみにこちらね重さなんですけれども、私が今回試した28センチでの重量になりますけれども、こちらのエンリルが 398.5g、 そしてこのミドルカットのアジムの方が 474.5g ということで、約ね 80g ぐらいね差があります。まあざっくりですよ、 80g ぐらいの差があるので、まあ履き始めこっちね履き慣れなかったのもあったんで、ミドルカットのアジム履き始めてちょっとね登り始めた時は若干重たさを感じたんですけども、少し歩いたらねその重たさっていうのも気になりませんでした。クッションの厚さはアジムの方が厚いと思います。こちらのエンリルの方がおそらく薄いので、より地面のねデコボコを感じて歩く感じになりましたけれども、こちらのアジムはねそこが途中にもお伝えしたんですけども、多分結構厚みがあるので、ある程度デコボコした接地面にこうね足をついても
足の裏にですね、そんなにこう、なんていうんだろう、ダメージって言っていいのかわかんないんですけども、衝撃とかがね、加わらずに、スイスイとね、歩くことができるというのがね、結構大きな違いかなと思います。あとはね、お好みになってくると思いますし、登る山とか使う環境によってもどっちがいいとかね、っていうのは分かれてくると思うんですけども、まあ、2足ね、買ったとしても、普通のトレッキングシューズ1足買うよりもですね、はるかに安い値段で買えますので、とりあえず2足ね、どっちも買っとくっていうのもありなんじゃないかなと思います。使う場面に応じて、今日はローカット、今日はミドルカットで行こう、なんていう感じで使い分けてもいいんじゃないかなと思いました。こちらですね、8月の末から発売開始ということで、もう間もなくですね、発売開始になると思いますので、ぜひね、皆さんこれ楽しみにしていただければと思います。これはね、めちゃくちゃ売れるんじゃないかなと思います。超使いやすかったので、皆さんにもぜひね、履いていただきたい最新のシューズ、今日はお届けしました。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you.